はい、どうもバルクシーラジオやってまいります。いや、日頃ね、こうビルドを組む上で海外のサイトとかでビルドを組めるところとか結構あるんですよ。そちらで組んでて、ちらっとトップページ見たらなんか知らない武器があったんですよね。ハリカーレイスっていうものなんですけども、これバロキシのネタバレされちゃいましたかね。これ今週パソコンバージョンハリカーレイス来たんですか。ネタバレ受けました僕。ってなってくると、じゃあネタバレシェアしようかってなってるところです。どうも安尾です。さあ、いつもとは違ったね、始まり方なんですけども、まあ結構ね、行き急いでると。まるで俺が死ぬみたいな言い方だな。おい、やめてくれよ。ちょっと前にね、なんかバロキシラジオの時だ、なんかかっこいいなこの人のイナロス。ちょっと前にね、バロキシラジオの時にマスタリーランク30テストやったと思うんすよ。今回それリベンジしようかなというところでね、ちゃっちゃと今回バロキシ見ていきます。やるの忘れてたんだけどね。はい、ということで、バロキチさんはそうですね、発狂していいですか。僕、何ですかこのラインナップは。ちゃっかり衝撃のピストルだけ混ざってるし、あ、新商品ないんすね今回も、残念ながら。あれ、前回来たな新商品、シジルか牛の。はい、で今回は、新商品はなしと、相変わらずのプレックスカード2種類ということで、プライムドモットも1個だけか。ちょっと今回微妙かもしれないですね。武器の方もプリズマゴーゴンとバイパーレイス、スキンが2種類ですかね、武器ので、アーマーのプリズマバージョンが来てると。ちなみに肩のやつは片っぽしかつけられないと。はい、左肩しかないですね。あー、メサのイモータルスキン、あ、武器のスキン3つか。ゴーゴンのやつも来てるんですね。イモータルスキンも来てると。で、中がリンゴ詰まっている変な置物と。あー、今回ちょっと微妙ですね。4週間後にハリカーレイスが来るそうなので、そちらに期待ですかね。よし、やっていきましょうか。マスタリーランクテスト、もちろんぶっつけ本番。前回やったのいつだったっけ。2ヶ月ぐらい前だよね確かね。それから一切音沙汰なく忘れてたんだけど、どんな内容だったっけ。なんかね、バレットジャンプがギリギリなのと、雑魚敵すげえ倒すのと、あとノックスね、なんかやたらと硬いノックスが最後1匹出てきたのは覚えてるね。確かノックスが倒せなくて失敗したんだよ。とりあえずやっていきます。今回本当にぶっつけ本番だからね。何やるんだったっけ。とりあえずね、バレットジャンプ系のモッドとか、あとエネミーレーダー系のモッドとかいっぱい詰め込んできました。はい、あーで、ブーメランでとりあえずザコ倒していこうか。なんかね、レベルが最後の方だったら、なんかチラッと前見た時なんぼだったかな、200超えてたっけな、なんかそんぐらいのレベルは確かにいた。うん、ノックスがそんな感じだったっけ。あ、そうだ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 、これだ、買った。ちょっと待って、お前それダメだろ、それダメだ、その硬さはあかん。そう、え、もう失敗しそうになってるんだけど。あ、そうだ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 、エクシーマス倒したらこの酸素のやつ触んなきゃいけないのね。はいはい、で耐久やれと思い出してきた。さっきのやつ異常に硬かったな。このブーメランで全然ダメージ入ってなかったからな。どんだけ勝てんだよあいつ、いかれてんな、ブリブリにいかれてるわあいつ。 OK、 エクシーマス出てきたね。あー、はいはいはい、ちょっと待って、 OK、これ死んでもいいのかな、ちなみに。いや、やめとこう、それは怖い。ちなみにこれ、あ、また勝て。マジでドン引きしてる。あ、やべ、行き過ぎた、やべ。
操作が効かねえ、操作が効かねえ。ちょっと待って、やば、無限ループ入った。オッケー、とりあえずなんとかしのげたな。これクリアできるか。なんか前回よりひどくないか。前回よりひどい結果になりそうな気がするんだが。で武器の方ね、一応セカンダリーでパンデロープライム持ってきておいた。前回のノックス本当に硬かったかっていうのは覚えてるから、ワンチャンいけるかなみたいな。うん、ワンチャンノックスはパンデロか、あとプライマリーの方で取っ手のあのクバのやつ持ってきた。硬すぎこいつら。なんでこんなに硬いのこれ。こんな硬かったっけエクシマスって。え、行かれてんだけど。あ、グレイブの方が良かったな。っていうか普通にやべえ、しくった。グレイブプライムでしょ普通に考えて。ここはうわ、なんで俺このクエストブーメラン持ってきた。オッケー、これもしかしたらさ最大時間が80秒とかなのかな。ってなってくると徐々に増えていってるから、多分最後のノックス20秒ぐらいしか残んねえんじゃねえか。いけるか、クバの取っ手で倒せるかな。倒したらビルド紹介するわ。動画出すわ。あのノックスを倒したクバ武器みたいな感じでちょっと動画上げさせてもらいます。硬すぎ。オッケー、最後の酸素かなこれが。多分40秒ぐらいしか残ん、あ、ここだここだ、ここのバレットジャンプが前回すげえ難しかったのを覚えてる。いけるかな。いやー、これグレイブ持ってくるべきだったな絶対。じゃなかったら普通のエクシマスすら倒せない気がする。しくり申したわこれ。オッケー、これでノックス出てくんじゃないの。オッケー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 、こっから本番、こっから本番、来た、ノックスちゃん来るな。ちょ、硬すぎ。あ、あ、キャバットナイス、キャバットナイス、俺のキャバットナイス。全然顔面割れねえ、邪魔邪魔だ。あ、来た来た、倒した倒した倒した。あと、あと、こいつ、オッケー、いけるぞ、これいけるぞ。オッケー、あとエクシマスはどれ、これか。いや、キャバットナイスだったな、ピンポイントで決めてったね。あと30秒しかない。でもいや、これキャバットほんとナイスだな。キャバットいなかったらクリアできなかったかもしんねえ。オッケーです、これでクリア、これでクリア。あ、ちげえちげえ、ちょっと待って、最後まだあるわこれ。おい、なんだこれ、罠じゃねえかこの生命維持装置。あっぶな、8秒きた、クリア。オクタビアとかね、そういうちゃんとしたアビリティのもの持ってけばもっと簡単にクリアできたんだろうけどね。うん、まあ、バフ系のアビリティとかも使わずにやったんで、多分グレイブだったらもっと楽に生きたのかなと思います。はい、リベンジ成功。以上、ヤスオでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。